バレーボール女子、ネーションズリーグ、日本カナダ、13日、西日本総合展示場、写真、スパイクを決め、おたけびを上げる石川小川両手広げてガッツポーズ世界ランク6位の日本が同10位のカナダと対戦し、第1セットは25から23、第2セットは25から22で練習、パリ五輪出場へ、あと1セットとした、第3セットはカナダの強打に苦しみ、序盤リードを奪われたが、林の強打、 席のサービスエースなどで食い下がった。ただ、その後、突き放されて、20対25で落とした。